フリードリヒカジミール・ケドラーは、クールランとゼムガ連邦。フリードリヒカジミールの肖像を刻んだ、貨幣クールランと公ヤーコップ・ケドラーと、ブランデンブルグの大戦帝邦、フリードリヒビル・ヘルムの妹ルイーゼ・シャル・ロッテとの、間の長男として生まれた。フリードリヒカジミールは若い頃は、ネーデルラント連邦共和国に、騎兵連隊の連隊長として仕えたが、1682年に、 父が死ぬと古国に戻って公爵位を継承した。父、ヤーコップの知性に広国の経済的、政治的繁栄は失われていたが、フリードリヒカジメイルは軍事力を強化して国力を維持することよりも外面的な壁を好んだ。彼は贅沢な宮廷生活を送り、資金繰りのために植民地のトバごとをイギリスに売却した。 フリードリヒカジミールは大北方戦争が始まる直前の1698年に亡くなり、広告は幼い息子、フリードリヒビルヘルムに引き継がれた。戦争に巻き込まれた広告は様々な敵や征服者に囲まれ、この南極に対応できる有能な人材もいないという破滅的な状況を迎えた。 フリードリヒカジミールは1675年、ナッサウジーン皇、ハインリヒの娘ゾフィアマーリエと結婚し、3人の娘を設けた。1691年、フリードリヒカジミールは大戦帝皇、フリードリヒビルヘルムの娘、エリザベト・ゾフィーと再婚し、息子を2人設けた。ありがとうございます。